甲信線は中華人民共和国関東省、甲州市の甲州駅と関東省新線市の新線駅を結ぶ中華人民共和国全学出資の甲州鉄路集団の子会社甲信鉄道会社が運営する鉄道路線である。甲信鉄路とも言う。1980年代前半までは単線非電化路線だったが、 需要の増大に対応するため1984年から1987年にかけて複線化工事が行われた。1990年代に入ると路線の高速化工事と断線の貨物専用線を増線する工事が同時進行で行われた。工事完了後、時速 160km で走る列車が営業運転を開始した。 1998年には電化工事が完了し、スウェーデンの高速鉄道車両 X2000 を使った時速 200km の都市間輸送が始まった。2005年から2007年にかけて4000目のレールを建設する工事が行われて、中国本土で最初の複々線となった。2007年から CRH1 型が導入された。その後車両の増備が進み、現在は 甲州東駅から新仙駅までのノンストップの列車は所要時間52分で結んでいる。東岸市では京急線と接続しその先の区間は両路線で線路を共用している。香港との境界から先は東鉄線とも共用している。香港と中国本土を結ぶ列車運行では北京、上海、富津山とはじめ喜びなどと結ばれている。 ありがとうございます。